クラウン2のレッスン4のパート3です。The most difficult thing about our work at Madu was making decisions. 最も難しいことだね。About our work at Madu。Madu での私たちの仕事について最も難しい困難なことは was making decisions。決定を下すことですと。Make decisions で decide と一緒な。Make decision これで、イコール decide 一語で decide で動詞やけども、Make decision でも、decide と同じ意味決定するって意味なで、We had to think about had to 何々しなければならなかったってですね Have to の過去形です何々しなければならなかったやな。Think about the local situation、その地元の状況、まあ、その土地の状況やね、その場の状況について考えなければなりませんでした。Because なぜなら、Looking at the situation through Western or Japanese eyes could lead us to make wrong decisions、ちょっと長いですけれども、ここまでが、からずっと言ってここまでが主語な、okay、この合図までが主語ですこれが主語やでと、この ING はだから同名詞ですね、名詞になってますよいう話や同名詞なんちゃらすることって訳すやつやな今回ルックアットやから見ることです、なぜならなんとかかんとかを見ることは、could lead だよっていうふうに書いてるわけ何をみんな言ったら、look at the situation、状況を見るわけですね。through っていうのは、何々を通してって意味です。これ間違いようにね、through な。ここ R 入っとうからな。R がなかったら、これ though。何々、だが、っていうやつよね。だから、あとは、こうか。T が最後に入っとって、R がなくて T が入っとったら、考えるの、think の光景やな。思ったやけど、そのどれでもないよと今回は R 入ってますから何々を通してって意味ねまあ、うん、まあまあいいか何々を通してっていう風な意味やでとこっちね、だからあーヨーロッパ西洋ですかウェスタンだったり日本の目を通してその状況を見ることっていうのは lead us to なんちゃらやから私たちをなんちゃらへと導くってことや、lead は導くまあまあ別に書かんでもいいか lead 導くってことなだから私たちが、to make wrong decisions 間違った決定を下すことに、導いていく可能性があるよと could なキャンは、could はその、なんていうの、可能性があるって訳したらいいと思います。できますっていう感じじゃなくてね。だから、そういうふうな西洋の見方とか、もしくは日本の見方、その状況をね、じゃあ目か。西洋の目とか、日本の目。要は自分たちがもともとその生活してた、日本で暮らしてた頃のそのものの見方を通して状況を見ることっていうのは、その間違った決定を下すことになりかねませんということやね。その場での状況をその人たちその場での考え方というかそうやなを状況を見て、その場での判断が必要になってくるんだということでだからそのローカルシチュエーションについて考えなければならなかったよということねで Since our medicine as well as our the medical equipment was very limited、まず先にこれ言うときます as well as 言うときましょうか同様にってことね。何々も同様に。同じようにってことね。まあ、もう別に書かんでもいいか。私たちのメディカルエクイペント、医療機器と同様にですね、私たちの、メディスン、薬ですね。ねだから、医療機器も、医療機器と同様に、薬も、だからそうやな、なんちゃらと同様にの方が良かったか。失敗した。何々と同様に。
メディカル機器、医療機器と同様に、薬もまた was very limited、 非常に限られていたんだと。のでやな、この since は何々なので非常に限られていたので、We had to look at each situation as it happened and choose the best thing to do。 私たちは、まあ、had to、 また出てきましたね、見なければなりませんでしたよと。それぞれの状況を as it happened だから、それが起こるたびにぐらいな感じやろ。何ですか、それが、それっていうのは当然その状況な、それが起こる、こういるいるか、いるんやったっけ、起こるたびに、時にでもいいけどな、まあたびにでいいんじゃない、このあず、それが起こるたびにそれぞれの状況を見なければなりませんでしたよと。ほんで and choose the best thing to do、 最も最良のすべきことを選ばなければなりませんでしたよと。この and は後ろが動詞の原型できてますから、and の後ろは choose、 動詞の原型な。ってことはここの look とつながってる感じだね。だから had to look at だし、 had to choose ってことな。これがもしな、 choose のところが chose って過去形になっとったら、まあこことつながるんでしょうね。私たちは had to look して何々しましたってことやけども、今回原型できとうからここです。 had to look と had to choose ってことね。だから私たちは、それが起こる、その状況が起こるたびにですね、it はこのシチュエーションのことやで、その状況が起こるたびに、そのそれぞれの状況を見て、ほんで、ベストなこと、すべきベストなことを選ばなければなりませんでしたと。で、I clearly remember the boy when the boy じゃあ day the day when the woman brought her 5-year-old boy to our hospital。 私は clearly はっきりと remember 覚えてますよと。何を言うたら the day やな、その日を。 when でついてますから、これ関係副詞ですか。 the day の説明やで言うて、なんとかの日やでいう話やな。A woman brought her 5-year-old boy to our hospital。 このハイフンついとんのは、まあ何度も説明してますけど、形容詞化してますよいう話な。5歳ではなくて5歳のってことや。5歳の〇〇って続くねんで、5歳の〇〇。今回のやつやったら、5歳の少年って続くねんな。こっちの少年ボーイにかかってます。一人の女性がですね、彼女の5歳の男の子を、子供やね、5歳の子供を、私たちの病院へと連れてきたんです。bring 人 to って来てますから、この to は当然前置詞の to ね。ちょっと青で書いていいですか。bring 人 to、 人をどこどこに連れてきたってことです。いいね。よいしょ。その自分のその何ですか、5歳の子供を病院へと連れてきた時の日のことを、私ははっきりと覚えてますってことやな。I saw immediately that he was beyond help。 私はこの saw は見るじゃなくて分かったの方がいいね。私は immediately、 すぐにざっと以下だと分かりましたと。このざっと接続詞のざっとな、ざっと以下だということが分かりましたよ。beyond っていうのはね、能力を超えたっていう風な意味があるね。能力、を超えた、超えた、うん、まあそうやね、超えたっていう風なニュアンスね、 beyond。 ってことは help っていう能力を超えてしまっていたと。ってことは助ける状態の能力を超えるってことや、助けられへんってことやね。私はすぐに彼は助けることができないっていうふうに分かったと。手の施しようがないってことですよ、ね、ということが分かりました、見て取れましたということですね。で、We gave him oxygen、 私たちは彼に酸素を与えました。しかし、He was pale。 pale は青ざめるってことや、だから顔色悪いってことやね。彼は青ざめていました。で、 His breathing was difficult、 彼の呼吸ですね、 breathing、
は was difficult、困難でしたと。呼吸がすごいしにくかったわけです。ほんで、the oxygen mask made him uncomfortable。このメイクは make AB なんですな。make AB。A を B にするってやつ。make me happy なんですね。私を幸せにするなんてや。彼を uncomfortable。comfortable が快適やから、まあ不快ですか？彼を不快にさせましたと。その酸素マスクっていうのは。ね。彼を不快にさせましたよと。だって対してな、そのつけたから言うて、その呼吸が楽になってるわけでもないし、呼吸がすごい苦しそうやったから、すごいこう不快な感じを、彼に与えてたってことやな。で、he was not improving. improve 改善するやから、全く改善せえへんかったと。で、we were using our last tank of oxygen. 私たちは、私たちの最後のタンクですね。酸素の。私たちの最後の酸素タンク。まあ、酸素がたくさん入っているタンクがあるんでしょうね。最後のやつやったやと、を使ってました。で、we didn't know when the next tank was coming. 私たちは、いつなんちゃらなのかな ?when 主語動詞してきてるから、when 主語動詞ってきてますから、主語がいつ動詞するのかってことよ。だから次のタンクがいつ到着するのかやってくるのかはわからなかったと。で、if another person needing oxygen arrived な、ここまでな。maybe this tank could save his or her life。このまず ing や。この ing は分子の ing な。分子。放置修飾とか言われるやつや。形容詞の ing じゃないか。前の person の名詞の説明をしてんねん。ここまでね。when じゃあ when じゃないわ。if。if から始まってます。接続詞の if です。で、しかも、これは当然、後ろコンマついてますね。ここコンマついてますから、ここで一回区切んねんな。じゃあ、ここの接続詞の中は当然、主語動詞が始まるんだけども、another person。これが主語や。で、動詞がどれか言うたら、need ちゃうで。これ ing になってるからな。さっき言ったみたいに分子や。another person の説明をしてんのが、その needing oxygen や。じゃあ、arrived。これが動詞やね。ってことは、needing oxygen な another person が arrive したらってことや。OK。ってことやから、酸素を必要とする別の人が、やってきたら、もしかすると、maybe、このタンクが could save 彼や、もしくは彼女の命を救うかもしれませんと。救う可能性がありますってことね。で、I made my decision。And made a sign to the nurse, who was working with me to turn off the oxygen. 私は決定を下しましたよと。ほんで、決断したってことね。決断して。ほんで、make a sign。サインを、したってことだ。つまり、指示を出したってことだね。これでね。made a sign。指示を出したと。出した。何のって言ったら、to は、この to は前置詞の to だったね。後ろが the nurse っていう風に名詞来てますから。その看護師さんに指示を出したわけです。その看護師さんっていうのが who で説明ついてますね。ここまでですか ?who was working with me?、私と一緒に働いているその看護師さんに指示を出したと。どんな指示を出したのかって言ったら、この to 不定詞です。これ不定詞です。後ろが turn っていう風に、動詞来てますからね。turn off the oxygen. 酸素を止める、酸素供給を止めるようにってことやな。この to 不定詞ようにって言ったんちゃう。酸素供給を止めるように、指示を出しましたと。で、the nurse simply couldn't do it. simply な、単に、簡単にじゃないもんね。単純に。あ、これか。じゃあね、ノットついとんもんな。全く、その看護師さんは全くそれをすることができませんでしたと。ね。もうできへんわと。私にはできませんってなったってことや。で、まあ、単に、simply、普通に、いや、まあ、全くでいいか。全くそれをすることができませんでした。で、I waited 5 seconds. 5秒間私は待ったんですね。And then, そしてそれから。And then は、もうこれで、そしてそれからって言ったよ。
そしてそれから turned it off myself、それを自分自身で、止めましたよということやね、で最終的にだから自分で酸素を止めたってことや。で I did it because I thought it best to leave that child in the hands of God。 私は did it、 それをしましたよ。当然それっていうのは、酸素を止めるってことね、のをしました。なぜなら I thought it best、think AB で A を B だと思うってことや。 A を B だと思う、だそれが最善だっていうふうに思ったってことや。でこの it の内容やけど、これ it to 構文ですね。目的語の方の it がこの to よりも後ろに省略されてる、省略じゃないか、持っていかれてますんで、 to よりも後ろすることが最良だと、ベストだっていうふうに考えたと。leave the children、 チャイルド、 leave は何ですか、放っておくとか、置いておくってことね。その子供を in the hands of God、 神の手の中にその子供を置いておく、残しておくことが、ベストだというふうに考えたと。つまり何ですか、神の手に委ねるってことだね、のがベストだというふうに思いましたよと。A を B だと思うよな。Think A B で A を B と思う、考えるってことです。はい。で was that the right decision？ これもともとあれな、that was the right decision。それは、正しい選択決定でしたの疑問文やから、それは正しい決定だったのだろうかってことや。この that が主語な、 v ちゃう主語や、 s な。当然そのそれっていうのは、神の手に委ねて酸素供給を絶ったっていうことや。それは正しい決断だったのだろうかと。 I still did, don't know、 still はまだですよね。未だにの方がいいか、未だでいいか、未だにそれは分かりませんということです、ね、いつになってもそれが正しかったのかどうかは分からんという話でね、これでパート3でした。はい、お疲れ様でした。